ヨシチューブでございます。今回はリニューアルアイテムのご紹介でございます。えー、カメラの搭載位置が変わりました。えー、ととちょっとこバッテリーつないでねえな。一応バッテリーをつ,逆逆バッテリーをつないで完成なんでね。これで ロングライフも安心なはず。ね。えー、ちょっとつけてみようかな。行きみましょう、うん。うん。ちょっとスカーフがあるけどな。うん。かぶってねえな。よし。これ今、ランプがついてるのは充電中、このバッテリーからね。電,気、えー、電源つないだんで。 充電中。うん。これなら目線に近いし、えー、撮影されてるのが目視でも確認できます。えー、なんかデメリットないかな。まあ、見た目でね、言うと、このフェースガードを、このパラシュートのダックハンターの生地でかぶせました。中身は三栄さんのフェースガードです。 うんどうですかまあちょっとどうやってるのかね解説しようかな。えー、まずえー、っとこのねゴーグルのフレームの上に穴開けてこのカメラをね接続するようなマウントですよねこの根元のやつは。こいつを、まあ、下から そのネジを貫通させてて挟み込んで固定してますあとは二重に曲がるこのアームやねこれをつけてのカメラ自体は上下逆さにしてここに降りてくるようにしてますまああの位置がちょっとフレキシブルなんで気をつけないとえ位置が変わって目線にかぶりすぎてしまうんでねあと 使っててるる GoPro もねセッションの方に変えまましした、えー、ある意味退化してますでもね、えー、退化させたのには一応意味があるというかね、えー、なぜこれにこいつにしたかっていうと今までの5、まあ、僕 GoPro7 になったんですけど7でここに使ってて、まあ、バッテリーは23ゲームごとに交換してたんですよね。 最近そのバッテリーの管理がめんどくさいのと定期的にねバッテリー買わんとやっぱり3つぐらいセットで買ってもねやっぱ1年ぐらいかなするとまあこうだんだんダメになってきてみたいなでダメになった瞬間撮影できないとかやっぱあるんででも、まあ、やっぱこれぐらいの大きさのねバッテリーをつけてやると結構長持ちするんでこれでもバンドの固定がやっぱ賢くないな。 ままあまあ、これまあバッテリーはまあまあもう一回要考察 <laughs> つけ方考えるここにねヘッドバンドにこうイッシュロックで縛りつけてあるだけなんでまあゴーグルの上に乗っかるかなっていう気もするしゴーゴルの上にこうマジックテープで止めようかなとか。 それもちょっとね長さがちょっと収まり悪いんかなと思うしまあ長さがもし悪いんであればこの5カメラ自体をねどっちかにオフセットつしてつけるっていう手もありますよね真ん中が必ずしもいいとは限らないんでね、うん、うこの個人的には右,右目でねターゲットを斎藤とか覗くの右なんでいや左の方がええかなまあそれもね ゴーグルに穴さえネジ穴さえ開けたらいつでも試せるんでやってみてもいいかなと思います。あとはこのレンズカバーをねこの切り出してもう, <laughs> もう簡易的にビニテで止めてますんでマ,ークマイクのとこだけはかぶ、えー、らんようにちょっと隙間開けて音がちゃんと前から拾えるようになってます。 えー、長年ねこのフェイスガードのところでこのつけてたんですけどうーんこの間上げた動画でねスターリング使ってる時にスターリングのマガジンのとこにかぶって被写体が写ってないみたいな前までやったら大丈夫やったと思うんでひょっとしたらまだもうちょっとごこのカメラ位置が上やったんかなと思うんですけどもういっそのことを思い切ってこの上にしちゃいました。でこの位置にして ダメなんはあまあ試してへんなこのねハットやとこのツバをこううまいこと逃がしてね収まるんですけど言うてもこのゴーグルより上にこういうな出っ張りができちゃうんでヘルメットとの併用はちょっともう一つかもしれないですまあこのアームの付け方をちょっと変えてねあのー、こう低くこう前に出してやるとか何かこう できる工夫でひょっとしたら逃がせるかもしれないですけどまあ今のところはもし普通のゲームの時に、えー、ゴーグルをね、えー、ヘルメットかぶってするっていうことになった場合は、えー、従来フェイスガードに変えてまあ、しのごうかなと。でイベントの時とかはもうまたヘルメットにカメラ仕込むんでねこれは使わないと思うんで。 普段のサバゲー用のゴーグルのニューバージョンということで、どうでしょうか。それと、このね、ダブルレンズゴーグル、曇らないダブルレンズゴーグルの組み合わせで快適にえーゲームした上に、撮影もまあ支障がないというか、このね、え、ー 快適ににこなななせるるようになるんじゃないかとどうかなというわけでさらにリニューアルしたゴーグルカメラマウントのご紹介でしたまあ皆さんも、えー、撮影する方いろいろやってると思いますけど何か工夫があれば、うん、コメントで教えられても難しいですけど、まあ、こんな動画やったはる動の撮影の仕方し,してる人いますみたいな。 教えてもらってもありがたいですではでは